なところに呼び出してそんな冗談をおっしゃるなんて。だってそうでしょ、先生の中にシンソ・ソティスがいらっしゃって、先生がソティスの力を継いだですって。そんなの変ですわ。それならお聞きしますけれど、先生は男性と女性のどちら？どう見ても男性ですわよね。ソティスは女神様ですのよ。男性である先生が実は女神様だなんて、そんな、いえ、そういうこともあるかもしれないけれど、でも違うんですの？力を継いだというのはソティスと同化したということでしょ？ああ、もうわかりませんわ、私には。これは指輪ですわね、女性ものの。なんでそんなものを先生が？やっぱり先生は。え？あ、思い出しましたわ。結婚したい相手には指輪を贈るという習わしがありましたわよね。ではつまりそういうことですの？私と先生が結婚？それはつまり私を一人の女性として先生が好きになったと？私、そういうのは初めてで、いえ、当たり前ですけど、驚いてしまって、その、私で構いませんの？私、あなたとは何かの絆で結ばれていると思っていましたけれど、こういう形で結ばれるなんて、いえ、どこかで分かっていたのかしら。念のために聞きますけれど、先生は女神様ではないのですわよね。ごめんなさい、この指輪慎んでお受けしますわ。海のように広い心で私を包んで守ってくださいね。